かりませんか？チタンダです。チタンダエルです。一身上の都合がありまして。オレキさんは？はい。どうしてオレキさんがそれを持ってるんですか？当然ってもんだよ。放課後の王政を邪魔する気はなかったし、デバ止めなんて未経験で、書いてるんだし。そうなんですか？いや、それは確かに。これからよろしくお願いしますね。お二人ともここにいたんですか。書けました、福部さん。一枚だけのメモ。私、気になります。はい、オレキさん、どうしたんですか？激戦区。なるほど。ひょっとしてダジャレですか？聞くな。いえ、そうじゃなくてですね。不毛なのか？そうです、不毛です。でも、それは一身上の都合です。今は古典部のことを言ってるんです。部活動ですから活動しなければいけません。目的がない。いえ、あります。10月の文化祭に文集を出します。わかりません。おいおい、すみません。これからどういうご関係なんですか？中学の頃からサトシに惚れてるんだ。まあ、古典部の部長だよ。こちらこそよろしくお願いします。ここに部活の文集って置いてありますか？古典部のなんですけど、どうします？待つか。オレキさんも。あら、あら、オレキさん、見てください。ちょっと考えてみましょうよ、オレキ。以上の拒絶や言い逃れはむしろエネルギー効率が悪いならば、そうだな、少し考えてみるか。はい、いらっしゃいませ。ようこそ当店へ。絵の具の匂いだったんですね。一度切り開いて中を見てみたいくらいで。いえ、いくら成績が取れてもそれはパーツの集合体に過ぎません。私はそういうパーツではなく思考を生み出すシステムが知りたいんです。ん？あ、いえ、何でも。これは困りました。そのうち見つかるさ。はあ、なんだそれ？いえ、一身上の都合です。